悠仁さま、ついに爆発。紀子様に放った言葉に関係者驚愕。秋篠宮夫妻の野望の道具にされた皇位継承者の絶望。こんにちは。今回は、進学問題で注目を集めた悠仁さまが母、紀子様に言われたという一言が話題になっています。一体どういうことなのでしょうか。その内容をお伝えしていきます。 合わせて、悠仁さまの高校進学が批判を受ける脇や懸念されていることについても一緒に紹介していきます。ぜひ、コメント欄に、あなたの感想を記載してください。2月16日、悠仁さまの進学先が宮内庁から発表され、23日には、天皇陛下が、お誕生日会見で、悠仁さまの進学について触れておられました。 陛下はにに関する記者からの質問に対して私の高校時代のことは、はるか昔のことのようには思いますけれども、また、年は経っていますけれども、本当に、高校時代の3年間は、いろいろな人と出会い、友達もできて、そしてまた、いろいろな活動に取り組むことができた、そのような点で、ある意味では、 非常に充実した3年間を送ることができたというようなことを、今でも懐かしく思い出しております。先日、友人新郎の高等学校の進学先が決まったという報告を受けましたが、やはり、ぜひ実り多い高校生活を送ってほしいというように心から、願っております。と、回答を述べられました。そう述べられた天皇陛下は、 学習院高等科時代、G というあだ名で呼ばれていたそうです。盆栽に陛下が興味を示されたことから、そう呼ばれていたようですが、クラスメートとは立場が異なったとしても、分け隔てなく現在に至るまで、固い友情を育んでおられるといいます。一方で、懸念されるのは、悠仁さまの学友との関係かもしれません。 2019年4月、悠仁さまがお茶の水女子中に入学された時のことです。悠仁さまは、新入生114人を代表して挨拶をし、それぞれが持っている力を大事に伸ばし、可能性や視野を広げていきたいという宣誓もされました。実は、お茶の水女子中には、そもそも新入生代表の挨拶というのは過去になく、今回、 悠仁さまは、いわば、学校側による特別扱いを受け、新入生代表の先生をされました。戦後の後続で、初めて、学習院以外の高校で学ばれるということになったわけですが、それだけに、高校側が、悠仁さまを過度に特別扱いする可能性も否定できないでしょう。筑波大学附属高校は、 皇族方が今まで通われたことがない高校ということもあり、学習院のように警備などをしつつも悠仁さまが学友作りをのびのびとしていくよう環境を整えることはできないかもしれません。筑波大学附属高校は偏差値もさることながら、東京大学への合格者を20人以上毎年出している進学校としても知られています。正直なところ、 将来の天皇である悠仁さまには、競争率が激しい中で生き抜く方法を学ぶことは、それほど重要ではなく、かえって人々に寄り添う方法や気遣いを示す方法の方が重要でしょう。戦後の皇室は、インターネットなどの普及もあり、国民と距離を縮めており、皇室の暮らしも国民と近くなっています。進学先においても、秋篠宮家の眞子さん、 慶子様が進学された国際キリスト教大学をはじめ、高窓の宮家のつぶ子様が、早稲田大学、三女の森や彩子さんが城西国際大学と学習委員一編等の進学ではなくなりました。秋篠宮家の教育方針である子供の意思を尊重する教育が行われているのであれば、 悠仁さまの意思が反映されたと思われる筑波大学附属高校への進学も自然なことと言えます。しかし、競争率の激しい進学先で悠仁さまが悩み相談をしたり、ご自身の気持ちに寄り添ってくれるような語学友と知り合うことができるのかということは、懸念すべき点かもしれません。また、皇族が通った高校という、 いわばブランドのようなものがつくことにもなるわけですから筑波大学附属高校のブランディングに加担したという意見が上がる可能性もあるでしょう現在も久人様の受験が形だけだったのではないかという批判の意見が多くあり公室特権に多くの注目が集まっています公室特権だと批判を受ける理由の一つに進学発表の3日前に 悠仁さまが一般受験会場にお姿をお見せになったにもかかわらず、宮内庁は悠仁さまは低傾向進学制度を利用し、進学したと発表したことが挙げられます。低傾向進学制度は、主に書類選考や面接などで合否が決まるとされており、そのため、悠仁さまが入試の日に試験を受けられたことは、 特権利用という批判をかわすために方針変更されたすでに合格は決まっていたにもかかわらず形だけの受験だったと批判を受けました仮に最初から制度を利用することにしており合格がほぼ決まっていたのであれば今回の悠仁さまの進学は批判や一般受験した際の高校浪人のリスクを回避するための行動と取られてもおかしくはないでしょう 制度を利用して入れば、一般受験を経て入学した学生との間に壁ができる可能性もあるかもしれず、同じ時期に入学した学生の中には、悠仁さまの待遇に対して不公平だと感じる学生もいるかもしれません。そう考えていくと、悠仁さまが友情関係を高校で育むことは難しいと言えるでしょうし、悠仁さまにとっても、 楽しい高校時代にはならないでしょう。悠仁様の進学を批判する声の中には、悠仁様が、のりこ様にいいように使われているだけなのではないか、という厳しい見方もあり、悠仁様を心配する声が多く見られています。実は、すべてはのりこ様の策略なのではないか、という意見を裏付ける出来事が起きたといいます。宮内庁の関係者は、 宮内庁の職員の中には悠仁さまが言う通りにしても状況が悪くなるだけ将来僕には何が残るのと言っておられた様子を見た者がいたとか紀子さは悠仁さまが東大へ進学されることを望んでオラマスから親が抱く子供への理想像に押しつぶされそうになっているのかもしれませんと話します今回 名門高校へ通われることになった悠仁様名門高校だとしても、今後の悠仁様の高校生活には不安が残っています。今回の悠仁様の高校進学には、マイナスな印象を持ったお母様の言いなりに進路決めて、言われた通りにしか動けないのなら、何にも残らないでしょうね。まあ、残された手としては、 積極的に生徒会に入るとか、クラブを決めて打ち込むとかだけど、いかんせん偏差値がね。普通に一般入学してても、落ちる子は落ちていくでしょうし、学習院が何かにつけて都合よかったろうにと思います。本日も最後まで動画を見ていただき、ありがとうございました。また。 皆さんに感じたこと意見などをコメントしていっていただけたら嬉しいです。もしよろしければ評価などもお願いします。では、次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。